犬フ,フ,フリパオズクフリパオズクフリパオズクフリパオズは中国の天津市和平区にある中国を代表するパオズ専門の老舗である。1858年に創立された中国で最も歴史の古いブランドの一つである。犬フリとは犬も構わないという意味。食品を扱う店名としては犬も食わないという意味に解釈される。 この変わった名前の由来に関してはいくつかの説があるが、最も一般的なものは、幼少時に不運から守るため、犬子と呼ばれていた創設者の後期ともが、パオズ作り売りに精を出し、それ以外のことに一切構わなかったことに、由来するという説である。ある役人が天心から持ち帰った犬の振りパオズを、生体校が食べ、美味であると褒めたために、名声が一気に広まったとされる。 犬フリブランドは、天津区フリ集団有限講師が所有していたが、2005年に、中国の製薬会社同人堂に売却された。天津の犬フリ集団は2006年7月21日明らかに、したところによると、日本で12年前に、犬フリの商標を登録していた大英は、すでに同商標を自ら放棄しており、犬フリ側は日本で、同商標の新規登録手続きを完了している。 ありがとうございます。